ミクル選手、少しインタビューですか。今回朝倉海選手、今どんな感じですかね、コンディションは。あ、何も見てないんですよね。ミッド打ちも見てなくて、はい、どんな感じですか。コンディション、グッドですか。いつもミクル選手が海選手の試合分析なさってると思うんですけど、今回エリーコーチも入ったと思うんですけど、そこら辺のバランスはどういう風になってるんですかね。あ、これの、まあ、策も伝えたんで、まあ、あとは海がこう自分で決めるんじゃないですか。今回の試合展開、ミクル選手はどう予想してますか。やっぱり打撃戦になると思ってて、まあ、うまくいけば KO するし、まあ、KO できなくても弟が有利に3ラウンド進めるんじゃないかなという予想です。海選手の拳の怪我を心配しているファンの方たくさんいると思うんですけど、ミクル選手から見て大丈夫そうですか。見てないんですよね。それもですか。練習も見てなくて、拳の怪我は治ってる。海選手、インタビュー少ししても大丈夫ですか。大丈夫ですか。試合目前だと思うんですけど、今の心境はどうですか。くるみちゃんがそんな感じだとなんかやりづらい。わかるんですけど、ちょっと今だけお願いします。どうですか。バッチリですもん。バッチリですか。うん、やりますよ。今日海選手の拳を心配してる人が多いんですよ。拳どうですか。バッチリですよ。なんか変な噂ありますよね。なんかそうだから心配してる人が多いってことですけど。万全です。万全ですか。はい、今回エリーコーチをつけての試合だと思うんですけど、いつもと心境は違いますか。まあそうですね、もういつも以上にしっかり分析もできましたし、もう万全ですね、本当に。海選手の試合を楽しみにしてたファンの方たくさんいると思うんですけど、ファンの方にメッセージをお願いします。思いっきりぶっ飛ばします。はい、朝倉海選手の試合も今まだペーパービュー勝てないよって方がいらっしゃったらまだ間に合うので、ぜひ皆さん見届けてください。海選手頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい